画などがあります。それでは野田さん、よろしくお願いいたします。僕は大学出て3年ぐらいで、放浪して回ったんですよ。ヒッチハイクで、無線旅行で。で、その時に日本中の川を潜ってんですね。ちょっとこれはね、こんなバカなことする人いませんでした、それ当時。今でもいませんが。とにかく安を持ってね、日本釣りの安と、シュノーケル、足ぶれ、それをザックに入れて、日本中を回るんですね。で、至る所の川、湖、海で潜って魚を取る。それで食えるんですね、一応。で、湖では琵琶湖が一番面白いですね。魚が多い。今でも多いです。で、やっぱ川っていうのは、初めての川に潜るときは非常に面白くて、そこに潜って魚を取る。で、日本中の川を全部そうやって潜っていきました。本当の魚影が濃かったですね。こう潜ってみて、こう何千匹か見えるんです。川の中。その時一番僕は感動したのが長良川でした。それは綺麗でね、あそこは鮎が多いんですよね。天然素材の鮎と放流の鮎と。それから日本中を回って一番感動したのが吉野川でした。こんな綺麗な川はないと思いましたね。まだね、大ボケ小ボケあたりまで七百で行くと舗装されてなくて、道路道です。で、あそこの上流のところで、車を降りて、そこで1週間がいましたかね。近くに小学校があったんで、そこで夜行って、宿徳の先生がいて、そこでお酒を飲みながらこう話をする、そういう旅行ができたんですね。昔はアマゴの群れ、向こう20メートル見えましたね。あの時の吉野川、向こう岸にアマゴの群れが見える。だからこっちの方にアユの群れがいる、こっちにコイの群れがいる。それはもうなんかね、夢みたいでしたよ。で、それを潜って突く。で、それで一応飯は食えるわけですね。それ以降、世界中の川で僕潜ってますけども、あんな綺麗な川、あったかい川見たことない。あれは本当世界遺産に取っておくべき川でしたね。僕は昭和37年ですかね、吉野川を探しに行ったのは。それから5、6年して行ったら、もうダムが、サミュレダムができていて、沼みたいになってました。あれからですね、日本中の川にダムがいっぱいできて、川遊びがあまり面白くなくなった。だけどもやっぱりね、綺麗な川、本流はダメでも支流に行くと綺麗なんですね、日本の川は。雨が多いでしょう。日本の雨量がどのくらいか、みんなちょっとね、理科年表なんか調べてみてもいいですよ。例えばフランスとかイギリスなんか年間の雨量が500ミリですね。フランス語で詩の雨の詩をこう読むと、なんかえらくきれいに書いてありますが、日本は4000ミリですよ。向こうが500ミリ。だから日本の目から見たら砂漠ですね。で、あれだけ雨が多ければやっぱり山がきれいだし、草がよく生えるし、一日ごとに風景が変わりますね。カヌーで旅行すると、例えばマッケンジー川なんていうのは3ヶ月かかるんですが、出発から最後までは同じ風景です。それはつまんないですよ。人があんまりいない、1週間に1人会うくらい。だからちょっと違った遊びを して下るしかないですね。で、日本の場合はとにかく楽しい、朝から晩まで楽しい。だから水温が高いから、朝起きてすぐ泳いで体洗ってといった遊びができるわけですね。それから日本の風土っていうか、日本人は優しいんですよ。河原にテント張ってると
お風呂に入りにおいでよなんて言うんですね、川上に遊びに来た人は。で、お風呂をもらいに行く。テント張ってると、お兄ちゃんはお風呂終えたよって呼びに来る。こういう旅行ができるんですね。これは最高です。まだ日本に民宿っていう制度もなくて、普通の家に、すいません、ちょっと水を一杯なんて行くと、話し込むでしょう。どこから来たかとか。で、若いね、やっぱりちょっと悩みを抱えた若い青年っていうのは魅力があるんですよ。みんなうちに来て飯を食え、泊まれって言います。ああいう旅行は面白いですね。全然関係のない人と仲良くなっちまう。親戚のうちじゃないんですよ。ああいう旅行っていうのは最高でした。で、ある時に民宿っていうのができたんですね。それから旅行がつまんなくなった。お金払えば泊まれる。で、泊まっても全然話し相手がいないしね。で、民宿ができて僕の旅行は終わりました。昔の芭蕉みたいな旅やったんですね。それは面白かったですよ。だから向こうも僕の話を聞きたい、僕もその土地の話を聞きたい。言葉が非常に違うんでね、東北とか鹿児島なんか行くと全然わからない。これはまた外国行ってみたいで面白い。そんなんで、ついつい3、4年放浪してしまいましたね。それからやっと外国に行けるようになりまして、外国行って帰ってきてすぐ学校の先生やったんですよ。で、学校の機内誌に、校内誌にそのヨーロッパの旅の話を書いたんですね。初めてドイツでね、ドイツのライン川を行った時にツーリングカヌーしてる老人になったんですよ。孫を前にいまして、キャンプ道具を山みたいに乗せてね、ライン川を下ってる。ドイツはヒトラーの時代からツーリングカヌーも盛んでね、あれで国民を鍛える、青少年を鍛えていい兵士にする。だから戦前から1930年代からツーリングカヌーは流行ってたんですね、向こうでは。そういう写真があります。何千倍というカヌーがライン川を下ってる。で、みんなそれいい兵隊になって戦死しました。ほとんど戦死してますね。そういう伝統があるんで、僕がユーコンに行った時ドイツ人が8割か9割だったですね。もうクレッパー艇というのがあって、ツーリングカヌー、素晴らしい船でした。その頃から日本人が外国に行く旅行がものすごく流行り始めて、世界中の国が観光局というのを東京に作ったんですよ。でそこに持っていくと、今度はギリシャ特集をやりたい、カラー何ページ、白黒何ページという計画書を持っていくと、飛行機代とホテル代、それから小遣いをくれます。で、最初の、海外旅行ライターでしょ、僕は、日本で。あの頃いなかったんでしょう。ちょっと英語ができて、文章を書けてっていう人、みんな就職してしまってね、ろくなの残ってなかったんです。だから、非常に面白い仕事をしましたね。世界中行きました、人のお金で。最初に行った国がオーストラリアで、大学での初任地の1年分でした、往復の旅費が。で、オーストラリアに行ったら、国が騒いでですね、どうしたんだって言ったら、首相が素潜りに行って行方不明になった。なんて健康な国だろうと思いましたね。素潜りですよ、川の学校の学生みたいに。素潜りでね、それがその人の一番の趣味だったんですね、師匠の。ゴルフじゃないんです。で、サメに来られちゃったんですね。これはいい国だと思って、その時に行ったニュージーランドという国が、正月ですが、ちょうど向こうの夏ですね。正月の新聞のトップに、師匠が、師匠を一人連れて、山登りしてるんですよ。それが一面に出てるんですね、新聞の。これはまたいい国だなと思って。で、その次の年にカナダに行ったんです。カナダの首相がまたカヌー基地でね、ツーリングカヌーやるんですよ。
鶴岡というのは教育館と違うのね、遊んでずっと下るんです。でいい景色のところ全部ね国立公園にしたんですよ。開発禁止、全部あちこちの綺麗なところ全部ね国立公園にしてしまった。であちこちに川の親と会うと首相がちゃんと来てるんですね。そこにでノートにちゃんとねラテン語でねいたずらが来てるんです。なんかそういう国なんですよ向こうは。で日本ではまだね政治家はゴルフしかしませんでしたね。でこれはいい国だななんて感心しているうちに日本の川という川にダムができて、つまんなくなったと。で非常に面白かったんですが、やっぱり会社員なんで3年で辞めまして、今でも苦々しく思うんですけども、あの頃日本の雑誌社の編集者というのは全員ゴルフです。ゴルフばっかり、アウトドアの歯も知らないやつがね、ゴルフの話してるんですよ。僕はあの時給料が6万円だったのね、1日行くと1万円買うんですね、ゴルフをやると。で明日 土曜日だから、明日日曜日だからって潜りの支度してると社長から電話があって、明日ゴルフに付き合いたまえなんて電話かかってくるんですよ。あれが一番苦になりましたね。それでフリーになって遊んでたんですね。でその頃の東京っていうのは非常に面白くて、仕事は何でもあるんですね。今でも多いですが、今の場合ぐらいあったでしょう。各企業が全部機関紙持ってて、社内紙、社内法を持ってて、それに記事を書かなきゃいけない。で僕なんか手伝って、梅草を書くんですね。またリーダーダイジェストというのはその頃はまだ日本にあって、その翻訳するんです、日本語にね。それとかあと普通の小説なんかの翻訳やったり、仕事はたくさんありました。で毎日ね、会社辞めてからでも東京中の雑誌の編集者たちと飲んでたんですね、毎晩。そのうちに可能の話になって、カヌーの旅っていうのも面白いんだよという旅の雑誌、旅に連載始めたんですよ。それからですね、本気になって僕は物書きになったのは、それまでは全部遊びです。川で遊ぶ、潜って遊ぶ、カヌーで遊ぶ。でその頃の日本人はそういった生き方っていうのは分からなくて、みんななかなか理解してくれませんでした。で日本中の顔を一応十何本かやって、それを一冊の本にまとめて、それが日本の顔を託せるという本になりまして、それで賞をもらったんですね。それからです、一応物書きになったのは。それまではもう自分でも物書きの意識がなくて、ずっと遊んでましたね。そのうちに急にカヌーがブレイクしたんですね。でブレイクしたと同時にね、チキンラーメンのコマーシャルに僕が出たんですよ。カヌーに犬乗せて、その上でラーメンを作る。で最後に犬がワンって吠えてね。でこれが面白かったんでしょうね。これ4年ぐらいやりまして、それでカヌーが一挙に流行りました。それからですね、日本のカヌーが始まったのは。でまだ日本ではカヌーっていうのは技術がなくて、みんなよく死んでましたね。今あったら当たり前のことがその当時は誰も知らないんで、それからテトロポッドが増えましてね、あちこちに消防ブロックが、あれに引っかかって毎年 2,3 人ずつ死んでました。だからそういう意味じゃ創世紀のカヌーっていうのは面白かったですね。要するに僕が一番好きだったのはカヌーで旅行ができる、アウトドアができる、それから潜りができる、泳ぎができる。その川は全部上から下まで自分のものになるんですね。これは面白かったですよ。その前に僕はヨーロッパの川をずっと回ってみて、日本の川がやっぱり一番面白いんじゃないか。ヨーロッパでは川でキャンプできないんですね。
だからホテルに泊まりながら川を下るしかない。これは問題ですよ。やっぱ河原でね、自由にテントを張って、夜を過ごす、焚き火をする、こういうのが面白いんで、これは日本では川は不法地帯で、無法地帯でね、何やってもいいんで、日本が一番これいいんじゃないか。からもう一つ大切なのは、水温が高いんですね、川の水温が。川がきれいなところは日本は世界中にいっぱいあります。ただみんな水温が低いんですよ、2度、3度。氷が浮いてるんですね。だからちょっと泳ぐとかそういうことはできない。水はきれいです。魚もいますけどね、楽しくない。日本の場合、1年の半分は泳ぎますからね。これは面白いですよ、遊びながらできる。だから魚が今の10倍はいました。20数年前から長良川の河口付け反対運動が非常に激しくなりまして、日本中から集まったんですよ、人が。で、ビーパーという雑誌、これとっても関心な雑誌でね、僕にページをくれたんです、1ページ。で、そのページに何でもいいから、全国の人に呼び分けなさい。全国のカヌー人諸君、長良川河口関に今度の同日が集まってくださいって僕はね、呼びかけたんですね。そしたら日本中からみんなカヌーを担いで来ましたよ、長良川に。で、5000人ぐらい集まったのかな、あの時。その時に日本中から俺の村にダムを作ろうとしてるっていう人は何百人か来てました。で、その中で一番熱心だったのが吉野川の人だったですね。あと紀藤村の人、うちは2つダムを抱えて大変だからぜひ応援に来てくれ。それで何回か来たんですね。それからの付き合いです。で、一番やっぱり熱心だったのは吉野川の人だったですね。他のとこは大抵1回か2回反対って言って、それでもうおしまいなんです。ここは吉野川の連中は粘るんですよね。なかなか諦めない。それで僕も何回かそれに引き止めてきてまして、それからの付き合いですね。そういうことでいろいろ悩んでるうちに姫野さんと出会って、姫野さんが鹿児島に来て、ぜひ徳島に来てくれ、1週間に1回でいいから来てください。で、毎月来るようになったんですね。そういう縁で日傘に住むようになりました。で、僕は鹿児島にその時いたんで、鹿児島は僕は非常に好きだったんですね。ここは離れないよなんて言ったんだけど、とうとう来てしまった。で、日傘川っていう川を見つけましてね、これはすごい川だと、潜ってみると分かるんですね。魚がいっぱいいるし、漁業組合がないし、なかなかね、漁業組合がない川っていうのはないんですよ。少ないです、日本で1本か2本で遊べるんですね。で、誰からも文句言われずに遊べる。だから海が近い、そんなんで日傘に住み着きました。吉野川の縁があるわけですよ、そういう風に。で、阿波踊りやるだけじゃないかと思ったけども、違ったんですね、吉野川の人たちは。みんなね、話すと、子供の時は遊んでるんですね、吉野川で。すごい面白い遊びしてるんですよ。僕は山下さんの話聞くのが好きでね、桁が違うんですね。僕なんか夜遅くまで遊んだって言うんだけど、山下さんに合わせると朝まで遊んでしまうんですね。あんまり面白いから。気がついたら、日が出てたって言うんですよ。そりゃ面白かったでしょう。そういう人が多いんですよ。それで反対運動が非常に熱が入って。で、それはもう本当に尊敬すべき人たちで。だから日本で唯一ダムを蹴飛ばした県ですね。それから住民投票があったでしょう。あれも面白かったですね。日本中から来てくれましたが、日村さんが絶対反対なんて決して口に しないでくれ、おかしいとは思いませんか、これだけにしよう。
ね、うんと遊んでくれて、遊ばないと運動は長続きしない。それでみんないろんな人、もうありとあらゆる人を呼んで、ちょっとでも縁談をした人を呼んで来てもらって、東京から芸能人が多かったですね。それから怪しい探検隊、椎名誠とか、もう変なのがいっぱい来て、遊んでくれたんですよ。それでみんなも気が楽になって、一緒に反対運動をやったんです。先月ちょっと僕は長崎の一色ダムの建設現場に行ってきたんですが、やっぱり日本人だから力が入ると絶対反対ってやっちゃうんですね。でそれ言葉をその言葉を徳島では使わずにおかしいと思いませんか、考えてみましょうということで押し通しました。あれが成功の一つだというふうにみんな言ってます。でやり方は上手かったですね。せっかく盛り上がったんだから、これをなんとかの形で残そうって言うんで川の学校ができました。で、反対運動の続きですね。いわゆる知名人がいっぱいいたんで、彼らに来てもらって、夢枕バッグ、CW ニコル、椎名誠、そういういわゆるマスコミに川の売れてる人をみんな来てもらって、みんな遊びの時期だから潜ったり野球したりいろいろやったんですね。そんなんで有名になりました。であんまり広告しないでもどんどん人が来るようになって、それがまあ良かったでしょうね。もう一つ予期しなかったことは、子供がね、川の学校に来た子供が人相変わるんですよ。で親から必ず電話がありました。どうしたんですか、うちの子供の人相変わってしまった、で夜寝るときもニコニコして寝てるって言うんですよ。でなんか変なことやったんじゃないか、でとにかく遊びに来てくださいって言って親を呼んで見せたら、親の方がハマって、今親の川の学校の方がもう非常に盛んですね。とにかく面白いことを今学校では禁止してるんで、それを子供に通したんだよ。で子供にナイフを与えて、肥後の神を与えて、焚き火は自由、それから夜更かしも自由にしたんですよ。それは面白いでしょう。やっちゃいけないことを全部やらしてるから。そんなんで子供は人格が変わっちゃったんですね。ここにその子供の慣れの果てがいっぱい来てますよ今日。まあ楽しそうな顔してますよ。あれ成功だったです ね。カヌーはひっくり返るためのものであるっていうのを我々は教えたんですね。だから河原学校の子供はまずぶつけ合って、お互いに転がしっこする、ちゃんとチンしないで、声出したはダメである、チンしなきゃダメってことになってるんですよ。要するに遊びですね。で川の遊び見てください、これ阿波踊りやってますよ。こういうこと今学校では禁止です、危険だから。でこういうことをやらない子供っていうのは日本だけです。世界中で泳ぎが一番下手なのは日本でしょう。北極でもシベリアでも北欧でもみんな子供は夏泳いでます。冷たい水でね、15、6度の水 で日本だけです泳ぐないのは。日本の青年は川に入るとすぐ死にます。これはやっぱり学校のせいでしょうね。見てください、これ一回やると学校のせいでガコンと落ちます。こんな面白いものは初めてなんだね。でみんなに言ってるんですよ、夏休み前に一回学校と成績が落ちるけども、秋になったらまた元のものだから心配するな。でまた元に戻ります、秋になると。こういうことを子供の頃やりたかったんですよね、みんな。それをやらせなかった。この右側の子供たちなんか見てください、こういうあんな風に荷物みたいに抱えて、こんな子供いませんよ。全然怖がらない、ヘビも平気ですかもしれない。見てください、これ吉野川、ナマズの多い川でね、
彼らはナマズを食べるのが好きですね。もう浸水性が全然違います。もうこの子供たち今受験期でね、今一生懸命勉強してますが、ちょっと我々のスタッフが優秀なんですね。それからスタッフの半分は河原学校の卒業生です。だから非常に教えやすい。本当にこんなに魚というのうまい子供っていうのは僕は見たことない。僕は子供の時もこれほどうまくなかったですね。あ、これは彼のおばちゃんだ。もう80近い人なんだけどね、彼を超えてます。次にやってください。川の学校だけじゃなくて自然教室っていうのもやってるんですよ。こっちにもぜひ。要するに世界で一番楽しい川が日本にはあるんで、危険でもなくて、水がきれいであったかくて、ぜひこれを使いたいですね。それから最近川の学校の食事がすごくうまくなりましたね。取った魚を料理してナマズのなんとかとかね、素晴らしくうまいです。これはねガラビキってサザエの殻を200個ぐらいつなぎ合わせて川底を引っ張るんですね。そうやって、ね、魚を追い込んでいく。まあこういうことをやったらねハマります。これスタッフが結婚しちゃったんでね、やっぱ結婚式ってどうしてもこういうふうになるんですよ。すぐ変わりくる。こんなふうにして、要するに顔を大切にしましょうなんていうよりも、川で遊んだ方がいい、よっぽど分かりやすいんですね。とにかく川で遊ぶ、潜る、で魚を取る、こういったことをやらしています。で今年は、もう18年目ですが、これからも永久に続きます。ぜひ子供さんたちを川の学校にやってください。このところ